共産党です。この場をお借りいたしまして宣伝をさせていただきますので、しばらくの間のご協力をよろしくお願いいたします。皆さん、今集団的自衛権が大きな問題になっています。集団的自衛権の行使とは、日本が武力攻撃を受けていないのに他の国の防衛のために海外で戦争することです。これまでの歴代政府は憲法上許されないという立場を取ってきました。ところが安倍首相は憲法の解釈を変えて行使できるようにしたいと記者会見で表明いたしました。この会見を見た多くの皆さんから、この先日本の国はどうなってしまうのだろうかと不安の声が上がっています。安倍首相は国民の命を守るためと、南シナ海での中国とベトナムの対立や尖閣諸島をめぐる緊張を上げ、海外の紛争から避難する日本人を移送していくアメリカの艦船を守るなどの事例を示しました。しかしこれらの事態でアメリカの艦船が日本人を救出輸送することが本当にあるのでしょうか。本気で国民の命を守ろうというのなら、民間の力も借りて日本自身による救出手段を考えることが先決です。朝鮮半島での任務も想定されていますが、どんな事態が最高が起こる可能性はないというのが専門家の見方です。しかも万が一にも起こった場合、日本が集団的自衛権を行使すれば、日本人を輸送するアメリカの艦船を守るだけでは済みません。朝鮮半島有事に介入する米軍と一体となって日本が戦争を戦うことになってしまいます。まさに戦争状態です。北東アジア地域での紛争と緊張を解決する上で何よりも大切なのは、地域の平和と安定の枠組みを作るための外交戦略です。軍事対応の強化に前のめりの姿勢では、地域の軍事的な緊張を高めることにしかなりません。また集団的自衛権の行使について、必要最小限に限定するとも言っています。しかしどのような場合に集団的自衛権を発動するかは政府が判断するとしています。時の政権の判断によって、海外での武力行使は際限なく拡大できるわけで、何の歯止めにもなりません。海外での武力行使をしてはならないという憲法上の歯止めを外せば、集団的自衛権の行使の可能性は無限定に広がってしまいます。集団的自衛権の行使を認めてしまえば、国民の命を守るどころか、国民を戦場に送り、その命を踏みにじる、まさに日本が再び戦争する国になってしまいます。戦後日本の国の在り方の大転換につながる、こんな大事なことを安倍首相は一内閣の判断で憲法の解釈を自由勝手に変えてやろうというのです。安倍政権のやり方に歴代の自民党幹事長をはじめ、保守の政治家、歴代の内閣法制局長官、憲法を変えることが必要だという立場に立つ学者などからも厳しい批判の声が上がっています。5月18日付の日本共産党の新聞赤旗日曜版には、タレントで元民主党の参議院議員だった大橋巨泉さんとともに、自民党の元幹事長の加藤浩一さんが登場し、安倍政権がご利用する集団的自衛権について、自衛隊を海外に出し米軍と肩を並べて軍事行動をさせようということ、地域の裏側まで行くことは十分に想定されると批判しています。日本共産党はかつての日本の侵略戦争に命を懸けて反対した政党です。
平和憲法を破壊し、海外で戦争する国を作る企てに断固として反対いたします。集団的自衛権の行使容認は許さない。この一点での平等を広げるために頑張ります。日本共産党の新聞赤旗は、集団的自衛権問題をはじめ、消費税の増税、原発再稼働、TPP など安倍政権が進める暴走政治と対決する日本共産党の立場、考え、それぞれの問題での対案を紹介するとともに、各分野の国民、市民の運動を紹介し、励ましています。毎朝お宅にお届けする日刊の新聞赤旗は、一月3,497円、毎週の日曜版は一月823円です。この場でも申し込みを受け付けています。国会にぜひ新聞赤旗をご購読ください。また皆様の身近なところでの相談、困りごとなどありましたら、ぜひ日本共産党にお寄せください。この場をお借りしましての宣伝を以上で終わります。ご協力ありがとうございました。